壁、壁、よいしょ、壁、よいしょ、綱引き良いではないか、良いではないか。あれ、そんな子みたいな苦しいような一子をやれ、どんがまちょとん、ビデオも半ばまで再生されて誠に喜ばしい限りではございますが、ここで祝電が届いておりますのでご紹介させていただきます、次に殺してほしいのは今まさにこの依頼文を読んでいるちょっぴり甘えん坊のこの男だ。だってそれって、僕のこと？うふ。はい、ミスター G、ここに約束の前金で500万。あとは成功次第残りの500万。今度の獲物はかなり手強いやつです。気をつけてください。何だと、今何て言った？あ、ですから、俺を誰だと思ってるんだ。狙った獲物は決して逃がさない非常のヒットマン、闇の貴公子と呼ばれる俺だぞ。その俺に向かって気をつけろた、なんていう言い草だ。すいません、申し訳ありませんで、ターゲットは？はい、こいつです。おお、なるほど、なかなか手応えのありそうな手が多い。お、何？なんだこの写真は。ですから今度のターゲット。ターゲットって俺には幼稚園児にしか見えねえぞ。名前はユミちゃん、見かけ以上に恐ろしいやつで。なげねえだろ、もう一回言っちゃうよ、なげねえだろ。ああ、でも今までに7人のヒットマンを送り込みましたが全員帰り討ちに。そんなバカな、もしかして腕利きのボディーガードでもつけてるとか。いいえ、おむつならつけてるようですが。おむつ？じゃあなんで。さあ、さあって、あの、いや、でこいつを狙う理由はよっぽど重要なガキなんだろうな。ええ、かなり。とすると、どこかの外交官の娘か、それとも政治家の。いいえ、親は
築地の魚市場近くのスタジオで音響監督やってます。なんなんだよそれは。音響監督の家庭をぶち壊すのにわざわざ俺を使うなよ。声が大きい。すまなかった。もちろん他に理由はあるんです。なるほど、そうだろうな。実はこのガキ、うちの組長の車に10円玉で傷をキキキって。キキじゃねえだろ。だからよ、そんなことで俺を使うって言ってんだよ。声が大きいってば。貴様、さっきも言っただろう。俺を誰だと思ってるんだよ。百発百中の死神、闇の貴公子ミスター G だぞ。その俺が何が悲しくてこんな幼稚園でよ相手にしなきゃならねえんだい。ですからすでに7人の殺し屋がですね。そもそもそれが分からねえんだよ。一体どういうやつらだ。はじめがアリ3匹、次にノミが4匹。ナンバーショットですか、あんた。それはこっちのセリフだよ。何なの、なんでアリ3匹なわけに。いや、あ、いや、あの連中はですね、なりはちょっと小さいですが、実際に会ってみると結構働きもんで。アリの評判なんて知らねえよ。そんなもんに仕事を依頼してどうすんだよ。ヒットマンのつてが少ないもんで。だったら初めから俺に頼めばいいだろう。なんでアリとかノミの後なんだよ。腕前考えて。チキン。俺は帰る。この仕事は無しだ。そんな、ちょっと待ってくださいよ。約束の前金は渡したんですから、やってもらわなきゃ困りますよ。前金なら返す。幼稚園児だの、アリだの、ノミだの、こんな馬鹿げた依頼が受けられるか。自信がないんだ。飛ばすぞこの野郎。ならどうして。だからよ。あ、はは、わかったぞ。ミスター G はもしかして。なんだよ。あの噂のですね。そうか、か、じゃしょうがないよな。狙えませんよね。ちょっと待てよ、何の話をしてるんだよ。大人のに理解してもらえない心のねじ曲がった野郎。確かにこの仕事は無理だよな。他当たろっと。貴様、貴様、何の話をしてるんだよ。え、誰だ。なんだよ。誰だ。なんだよ。ああ、道理でよく行くと思った。売り場の目当てだったのか。だから人聞きの悪いこと言うんじゃねえよ。大丈夫ですよ。毎日毎日近所のでしてるなんて誰にも言いませんから。そんなことしてねえよ。ああ、やだやだ。何がいいなんて。人間の空気、一緒の空気も吸ってたくねえや。バカめ、史上のヒットマン、闇の貴公子と言われる俺を本気で怒らせるからね。悪いが、この金はもらっとくぜ。ついでに
この写真ももらっていくぞ。いいか、あくまでもついでだからな。ユミちゃんか、かわいい。